ここんにちはは斉藤しでですこのモジュールではデザイン思考と,とはデザイナーのツールキットを利用し人々のニーズテクノロジーの可能性ビジネスの成功要件を統合するイノベーションを目指した人間中心のアプローチであるというふうに定義できます。 この定義はですね、アイデオ社と呼ばれるデザインコンサルティングファームの元 CEO である、えー、ティム・ブラウンという有名な方が著書の中で述べられたものですさて人々のニーズから始めるということはどういうことかについてお話しいたしますこの図は、えー、ビジネスの成功要件を、えー、グラフにして、えー、図にして表したもので、えー、有用性と実現可能性と事業継続性 この3つのつ要素、これが重なった3つが重なった真ん中のところが一番重要でありこの3つが重なったようなアイデア等が実際のビジネスとして採用されるということを表した図です。ただしこの真ん中にたどり着くのにどちらからアプローチするかというのはまあ色々な方法があります。実現可能性例えばこういった技術があるからそれを応用して何かできないか。 あるいはこれまでの事業でこういうことをやってきたからその延長で新しいビジネスを展開できないかという考え方もあるんですがデザイン思考ではまず有用性とはどういうものを課題と捉えどういう新しい製品サービスを必要としているかそこから着手してだんだんと実現可能性と事業継続性を考慮していって真ん中にたどり着こうとする方法だと考えて くださいそれでは人にニーズを聞けばいいのかということになるんですが、えー、とこれは少し注意が必要ですいわゆる御用聞きのようにユーザーになるであろう人に何が欲しいですかって聞くと問題は解決するのかというと、えー、これれは違うと考えられていますそこに書いてあるように顧客に欲しいものを聞いていたら彼らはもっと早い馬が欲しいと答えていただろう。 これはヘンリー・フォード自動車王のヘンリー・フォードが言ったと言われている言葉でこれはどういうことかというと自動車というものがない世界で顧客に潜在顧客ですね人々に何が欲しいと聞いていたらユーザーはもっと速い馬が欲しいと馬の世界ですから速い馬が欲しいと答えていただろうとそういうふうにヘンリー・フォードは言っています。つまりユーザーは 自分の欲しいものをちゃんと言語化できないということを、この例えで言っているわけです。ただし、これは都市伝説かもしれないと言われていて、この言葉を本当にヘンリーフォードが言ったかどうかっていうのは、まあ諸説あるらしいということを覚えておいてください。ただ、これはですね。例え話であるとしても、あの非常に含蓄のあることを言っていると我々は考えています、えー。この言葉の裏にはですね。顧客の課題が隠れています。 顧客が「もっと速い馬」と言ったのは既存の代替品よりももっと速い何かを求めていたからですということで馬というのは既存のの代替品の象徴に過ぎないと馬しかいらあの考えられない世界で馬と答えるのは普通の人としてはしょうがないことなんですけど本当は馬じゃなくてもいいということを実は意味していて「聞く側 ユーザーを観察したりインタビューしたりして将来のニーズを探り当てるという立場からすると馬と言われているその奥に一体何を課題として何を求めているのかということが重要であってそれを捉えることが一番大事なことだとこれがイインサイトと。 呼ばれるこのひらめきですね馬の奥に馬という表現の奥に隠れているインスピレーションひらめきのことをデザイン思考ではインサイトと呼びますこれはアシュマルヤさんがまあこれこの表現を使って説明した著書がありますインサイトを見つけるにはどのようにアプローチすればいいのか でプロセスについてはですね実はあのいろいろなプロセスが提唱されていますここに6つほどの例を、えー、と掲示してありますがあのこの図を見るだけでもあ実はいろんなパターンがあるだならというふうに思われるかもしれません。えー、と左上がですねスタンフォードの d スクールで一番、まあ、初期に採用された5ステップと呼ばれる、えー、プロセスで。 えー、右下がですね2つのひし形によって構成された、まあ、ダブルダイヤモンドと呼ばれる他の研究機関によってて提唱されているプロセスですで他にもですね、まあ、いろんな形で表現されていて、えー、と実際にですね少しずつ、えー、とテイストが違ったり、えー、とプロセスの詳細が違ったりはするんですけど実は本質的には我々は全て同じことを言っているのだ,だと、えー、捉えています。 そのいろいろなパターンがあるデザインプロセスに共通しているもの、共通している点というのがいくつかあります。まず最初にですね、えっと提唱されているデザインプロセスと呼ばれるものはですね、すべからく定義が困難な問題、厄介な問題、まあウィキッドプロブレムと英語で言うんですが、それに適用するのに良いと考えられています。それとですね、えっとプロセスの特徴として。 え問題領域問題発見領域と言ってもいいんですが、えー、問題を発見するフェーズと解決領域問題を発見した後にどのようにそれを解決していくかというパートに分かれているのが共通して2番目に共通していることですね。で解決すべき問題を見つけてから革新的な解決策を探索し発見し作成するこういうプロセスですね。あとと特徴として 発散と収束というフェーズがあります。機械領域どういったあの問題の捉え方があるかというオプチュニティーエリアというんですが、機械領域の拡大を還元してから、えっと批判的にまアイデアもどんどん出して発散させて、そこから批判的に意思決定をしていきます。つまり、えっとブレーキとアクセルを同時に踏むんではなくて、発散はどっちかというとアクセルで。 えっとこういったものもあるねああいったものもあるねこういうパターンもあるねという話をどんどんしていきますそしてそこから自分たちの検討によってこれが良いのではないかこれがベストかこれがもしかしたら2番目あるいは3番目あるいは穴馬なんだけど一番良い筋なんではないかというふうに検討をしていって収束していきますそして特徴的な4点目というのは 非線形的なサイクル、えー、いわゆる試行錯誤を繰り返すということですつまりプロセスの図ではです、ね、一見直線的に見えるようなプロセスの進み方で表現されていても実際はです、ね、あの行ったり来たりっていうのが起こります一般的にはです、ね、あのプロセスの一番目二番目三番目四番目五番目といって、えー、それでプロセスを消化したら終わりということはなく 次には元い行ったところに戻ったり2回目はあるところをすっ飛ばしたりそういうことをたくさんやることになりますではスタンフォード D スクールが提唱するデザイン思考の5ステップというものについて説明いたします。このの図はススタンフォーードクル 元フェローの方が表現された図なんですがまずは5ステップの最初のステップとして共共感感から始まりまりす共感問題定義発想ププロトトタイプテストそしてテストの後に共感に戻ってくるという図になってますが必ずしもテストの後に共感に戻るとは限らずテストの後に問題定義に戻ったり 発想に戻ったり、プロトタイプをやり直したりすることもあります。あるいは2週目で問題定義をやり直すとプロトタイプにもう一度戻ったりテストをすぐにやり直したりすることもあります。これが試行錯誤で1位に決まっていない繰り返しのプロセスという考え方に基づくステップです。ちなみにえっとスタンフォードのディスクールはこの5ステップスは非常に初学者のためには有効なんだけど これにとらわれすぎていては本質を見失うというふうに注意を促すような記事も書いています。はい、それではえっとファイブステップスについて一つ一つ丁寧にお話をしていきたいと思います。まず最初共感というステップスです。でこれは非常にまあ一番デザイン思考の中で重要と考えられているステップで。 潜在的なニーズをつかむために、えー、ユーザーに共感をすると。で誰を相手にするのか。まあ対象者を見つけるところから始めます。でその人は何をしているのか。えー、まずは観察をします。でどのようにやっているのか。でインタビューをします。でなぜやっているのか。実際に自分で体験するということも、えー、この共感のプロセスの中に入っています。 対対象者に対してです、ね、観察しインタビューして実際に同じようにやってみせるということを通じてそのインタビュー対象者等は一体どういうことを課題として考えていてどういうことに対してニーズを潜在的に持っているのかということを探り当てるというところなんですけど実際にはですね、えっと、そういうプロセスを踏む前から分かるようなことに共感してもあんまり意味がないんですね。 つまり、えっと、やるこういったことをやる前には気づかなかったことを新しいヒントとして、えー、見出したいわけです。で本当にそううなんだろうかという違和感を持つべきつまり、えっと、インタビューをしてインタビュアーが何かを言ってる時に、えー、その人は相手に対して欺こうということは、まあ、ほとんどの場合ないんですけどただあの自分の本当の姿っていうのをそのまま出すとなんていうかこう。 体裁が悪いとかですね、えっと、そういうことはまあ多々あって、えー、本当のことをまあ言わずにオブラートに包んで少しこうかっこうカッコつけてものを言ったりとかそういうことはたくさん起こりますで聞いたことが本当にそうなのかっていう違和感を持つべきそのためにも初心者としての感覚が重要になって分かった気になってインタビューとかあるいは観察をしないとあれなんでこの人は こういう時にこういう話をするんだろうこういう行動をするんだろうということを感覚をこう研ぎ澄まして初心者としての感覚を持つということがこのフェーズでは非常にに重要になります問題定義定義というところなんですけど、えっと、共感のプロセスの中で掴んだ違和感をですねこれは表現をする表現を通して えー、新しい着眼点を、えー、見つけるというあこういうものの見方があるんだということを、まあ、表現する、えー、その表現の仕方っていうのを、えー、と我々は着眼点ポイントビューという言い方でこれはですねユーザーのニーズプラス、えー、あなたつまりですね観察者のインサイト 観察者が得たユーザーザに対すすするるイインサイトを表現とということですつまり誰々が何々を必要としているなぜならばだが実際はこうこうこうでユーザーが気づいていないこういうことがあるのではないかというユーザーが気づいていないあなたの深い気づきをその中に埋め込んでいきます。 でえー、っとこれにはですね良いインサイト深い気づきには、えー、TCS があると言われています。まあ、TCS というのは英語の頭文字を取ったものでつまりテンションは対立や緊張例えばやりたいと思っているんだけど実際にはできない何かこう対立の構造があるあるいは矛盾。 言葉ではこう言ってるんだけど全然こう行動には表れていませんよっていうその矛盾を見つけるあるいは驚きですねえそんなことするのっていうふうな、まあ、驚き驚きっていうのはあの例えば、えー、以前ですと、えー、生ゴミの問題をこうあのユーザーリサーチしているチームがあって、えー、エクストリームユーザーがですね生ゴミを出す前に え袋で固く縛って、えー、自宅の冷蔵庫に、えー、密かにこうずっと置いておくと。生ごみを出す時まで。えっ、ー、とこれは普通の人からすると大変な驚きなんですけど。さらに驚くべきは、えっ、ー、とそういった人が、えー。その人だけではなくて。えー、全国に結構な数いたということが後後わかると。いうことがありました。あのつまりその驚き。も発見の一つとして捉えられると。 でえっ、ー、と東京大東京工業大学のエンジニアリングデザインプロジェクト EDP と呼ばれるプロジェクトではこの TCS をざわざわ感と呼んでいます。さて、えー、発想えっ、ー、と新しい着眼点を得たら次はアイデア発想です。でアイデア発想の方法は無数にあります。えー、そこにいくつか例を示してありますがあのこれに限らずですね本当にいろいろな方法があるので。 どれか一つに縛られる必要はありませんいろんな方法でアイデアをこう出すことを試していただきたいと思いますしデザイン思考の実践でも実際にはそうですただし基本形としてですね、デザイン思考の中では How might we question というのをま使ってみましょうということを推奨しています How might we question って何でしょうとそこに書いてある私どうすれば私たちは何々できそうかと いいう,こう問いかけを使ってです、ね、アイデア発想の、まあ、サポートをしてやるということで、えっと、これはもともと、えー、P&G 社で作られた手法だと言われていて人間は質問されるると答えたくなる、えっと、先ほどの着眼点に基づいて、えっと、ランダムにアイデアを出すっていうのは、えっと、なかなか人によっては難しいということでハーマイト・イ・クエスチョンであるこう方向性をつけてやる。 でそれをまあ時々方向性をいくつかのパターンで変えてやるということによって、えっと、出し得るアイデアの数をたくさんしかもいろんな方向のアイデアを出そうとすることが、えっと、この「ハーマイト・イクエッション」を使うという方法に結びついています。アアイイデアが出ました。次はププロトタイプです。 でプロトタイプと言われるとよくあの日本語では「試作」というふうに訳されるんですがそうするとですね、えっと、我々が考えているプロトタイプの一部のコンセプトしか表していないので、えっと、注意点は完成を目指すのではなく学習するる。ためにものを作るこれを徹底していただきたいと。つまり作り作が雑ななもものでも構わなくて、 えっと相手つまりこれからユーザーになるかもしれない人にえっ、ー、とテストができる程度に作り込んでユーザーから情報を引き出すというものがプロトタイプだと考えてください。でプロトタイプは三、えー、種類作るっていうのが基本になっています。三種類というのは本命まあこれはわかりやすいですね。えっ、ー、とアイデアでこれはいいよと思うものをまずプロトタイプしましょう。対抗まあこれはまあ二番目ですね。コートつけがたい。 当然後々どれでいくかっていう意思決定をするのに比べる比較の対象が必要だと思いますので対抗を作りますで結構重要なのが3つ目です。アナウマまあ、ダークホークスププロトタイプと呼ばれるんですが、えっと、これはですねこんなこと言ったらちょっと恥ずかしいかもしれないしこれって大胆すぎて。 えと人に示すにはどうかなと思うんだけどっていうのもプロトタイプとしてはぜひ作ってみましょうこれはですね一つだけ作って終わりでは時間がもったいないっていうのもありますけど、えー、と穴馬、まあ、つまりダークホースに対してユーザーがどう反応するかによって実は本命ととか対抗ののの与えるる価値の意味ってていうがが改めて学習できることがありますもちろん穴馬がものすごくユーザーに受けるっていうこともあります。 これはやってみないとわかりませんで、同じプロトタイプであっても名前が重要で伝わる名前をつけましょう、えっとプロトタイプはあくまでユーザーのニーズあるいはまあインサイトについて学習するツールだということで名前もそのプロトタイプの重要な一部だと考えてくださいさてプロトタイプができましたテストに出かけましょうプロトタイプを見せて 最低5人にテストすることを推奨します最低5人というのはですね5人で十分かと言われると全くそうではないんですけど、えー、1人2人に見せて残念がられて帰ってくるっていうのは一番残念なパターンですこういう人っていうふうにプロファイルを決めて同じような人たちに5人に見せて5人ダメだとすると違うまあ属性の人たちにまあえ見せていく そうすると、えっと、5人をセットにして5人5人っていうふうに繰り返していくと、えっと、自分たちが目指す方向性が正しいのかどうかっていうのが例えば、えー、物語まあ自分でこう「物プラス物語」っていうのが一番あの良いんですけど、えー、動画だったりチラシだったりあるいはプレゼン資料でもないよりはずっといいです。 でただし感度が高くないとわ、えー、からないと言われるので、えー、相手がどれぐらいの背景知識を持っていて、えー、自分が提案するトピックについて詳しいかによって、えー、どれぐらいこう簡単なものでも、えー、意味を分かってくれるかっていうのが決まりますそしてえっとフィードバックを受けて次の行動を決めるというのが一番大事なことです多いのは 改善するか方向を変えるピポットするっていうことを決めることなんですけど、えっと、よくあるのは「それはちょっとね」って言われて、えっと、否定的なコメントが来てそれをそのまま駄目だというので、えっと、簡単にアイデアを諦めちゃうっていうパターンがあります。ただ、えっとだんだんとデザイン思考を習熟していくと えー、ダメと言っているコメントの中にもいろんな意味が含まれているパターンがありますのでフィードバックを受けてその意味を、えっと、本当の意味で理解してこれは改善するべきなのかあるいはこのアイデアそのものを大きく方向転換しなきゃいけないのかっていうのを、まあ、チームで決めるということをやってもらいたいと思っています。 で納得できるまで繰り返すということで、えっと、デザイン思考はできるだけ短時間で大きいあの多くのサイクルを繰り返すことによって学習を、えー、早くくくししててて深やっていくことが重要ですつまり、えー、と時間や予算で、まあ、制限をかけることによって、えー、最終的なこうどこまでできるかっていうのが決まるんですがもし期間、えー、期限や予算が決まっているのであれば逆に言うと サイクルを何度も繰り返すことがそのクオリティ、最終的な提案する製品サービスのクオリティを上げることにつながると考えられます。はい、デザイン思考を身につけるにはどうしたらいいですかということをよく聞かれます。まあ一番最初に伝えたいメッセージはですね、あの実践からの学びが重要だということです。えっとたくさん書籍等が出ておりまして。 えっとそのどれもがですねあの大変意味のあるあの知識を提供していることが多いと思っています。ただしですねえっとあくまでそれは補助的なものとして捉えないとやはりえっと畳の水蓮という言葉があります。いかに畳の上でえっと本を読んで泳ぎ方を勉強しても実際には泳げませんということで一番いいのはアプールの中で泳いでみるということですのでまず実践からの学びが一番重要だということを認識してもらいたいと思います。 で最初の第一歩というのはいわゆるワークショップでも OK、まあ、現実問題として多くの人があのワークショップをえと一番最初の機会にすることが多いと思いますでえっと注意点はですね世の中で提供されているワークショップはまあ残念ながらちょっと玉石混交という状態になっているので注意が必要ですであの信頼できるそうですねあの学術的にもある程度そういう,こうデザインプロセスなどに お詳しい方にちょっとアドバイスをもらいながらどういったワークショップだといいのかというのを調査して参加されると良いかなと考えています。でその場合にはですねデザイン思考を深く理解するトレーナーに伴走してもらうと体得が圧倒的に早いと思います。 えともちろんワークショップの後に自分たちで苦労しながらあの身につけていくっていうのも可能なんですがやはり適切ななフィードバックととというのがあの学習ににっってはあのとててはも重要になってきます、えー、先ほどの、えー、とスライドにも関わるんですけどデザイン思考の経験値つまりある程度分かったっていうところから本当に使えるっていうところまで経験値を上げていくには、えー、とや,やはりですねワークショップで練習問題のようなものを何回こなしても 本当の意味でデザイン思考を自分のものにできたというところまでたどり着くのは難しいと考えています。リアルテーマに対してリアルなユーザーに取材して地道で努力さえプロセスの経験を積み重ねる。これが一番大事なことです。えっとこれはですね、やはりまずチームでやるということ。多様性のあるメンバーでチームビルディングをし、インタビューを重ね、 先ほど説明したざわざわするざわざわ感があふれるポイントを、えー、見つけてそこを起点に自分たちアイデアを作って、えー、もわしいアウトプットが出るまで何度も、えー、繰り返してチャレンジすると、えー、プロトタイプテストアイデエーションプロトタイプテストアイデア発想プロトタイプテストと,というのをやって、えー、これらのプロセスをチームとして判断して回すと、えー、ユーザーからフィードバックを受けて えー、本当のニーズって何だろうということを考えながらやっていくとでこれが本当に、えー、とリアルで、えー、結果が出てくると、えー、自分のこうスキルが上がってきたということが、えー、体感できるようになると思います、はいえーと。企業の方によく質問されることなんですけど えとまあ、あえてですね、えー、と一つ優先的に取り上げるとするとプロトタイピングかなとやはり、えー、と企業がデザイン思考に取り組む時っていうのはあのユーザーリサーチとかはかなり時間と、えー、人とお金をかけてやられます、えー、ただし、えー、とデータがたくさん集まってきてですねそれから、えー、と議論をしてやるときに一番、えー、ボトルネックになるのはなかなかプロトタイピングをしないということなんですね。 で企業の開発における機能施策やモックアップとデザイン思考におけるプロトタイプは作成すする目的が異なりますデザイン思考におけるプロトタイプはお客さんに買ってもらえるかどうかを見せるという、まあ、コンセプトも最終的には入るんですけどそれより前に自分たちがユーザーのことについて学習するためのプロトタイプというのをどん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 ,どん作っていきます。 でこれをやはり意識して企業の中ではあの優先事項とととして取り上げることが重要かと思います、えっと、何度かあのコンサルティングの現場でトレーナーとかをさせていただくことがあったんですがやはりえっとプロトタイプっていうのはお金がかかるっていうふうにやっぱり会社の中でコストであると言われて、えっと、それに手を出すのは大変だっていうふうに考えがちなので。 えっと、もっともっと簡単なものをプロトタイプとして採用し、えっと、ユーザーに対する、えっと、理解を深めるという目的でどんどんプロトタイプしてユーザーとのコンタクトポイントを増やすということを意識してやることが重要だと考えています。でプロトタイプのプロセスの中で、えっと、ユーザーの潜在的な本音を引き出すためのきっかけになるものとして本当にコストや時間をかけずに何個も作ってで分かっで きて最終的に製品に近づけるっていう時はまた違う考え方でいいかと思うんですが、えっと、初期の段階ではやはりこれを徹底したあのユーザーの理解のためのプロトタイプということを徹底することが重要です。事例えばこれはスマホの画面の一部なんですけど、えっと、ワークショップの中で、えっと、スマホの画面の一部として作ったりします。 けど、えっと、これは何も短期のワークショップだけではなくてですね、えっと、長期のプロジェクトでも簡単に形を作ってどういうふうなフィーリングが提供サービスから引き起こされるかということはあのかなり初期の段階でいろいろ確かめられますで。時間やお金をかけるる前にできることはたくさんあるという事例の一つですあるいはさらに、えっと、先ほどはスマホのアプリケーションの例でしたが もっとこう広い考え方でこれは工場夜勤が生じる工場の中でどうやって工場で働く方の心理的肉体的な健康を支える製品やサービスを作るかというテーマに取り組んだチームがやったものですが「強制笑顔」「大声で叫ぼう」「オムニボス」「表情筋振動」といろいろちょっと詳しくは言えないんですけど えっと時間がなくてあのそれぞれ見るとですねあの強制的に笑顔を作ったりえただの筒に対してこうあの大声で叫ぶとで二番なんかは本当にプロトタイプと言って筒を差し出しているわけですですけどえっと大声で実際に物を持って叫んでみるとどうなるかということがわかりますで三番が採用されたえあのアイデアなんですけどこれは。 あの生理量からあの疲れをまあ LED でこうどういう状態かっていうのをえ表示してそれを本人が見えるところではなく本人の頭の後ろで他人があの分かるようにするとチームの中でお互いにこう譲り合いだとか気の使い合いっていうのが自然に発生するんじゃないかというコンセプトを確かめたものです。 はい、デザイン思考をマスターするのに有効なトレーニング方法ということで、えー、お伝えするのは、まずはえっとちょっと繰り返しになりますが、機上のでの勉強よりも熟練したトレーナーについて訓練するということが大事です。えっと一番あのある程度え習熟して、えー、段階で習熟した段階で重要なのはえ企業内での実プロジェクトの活用などがえっと一番ふさわしいと思います。その場合ですね。 えっと熟練したトレーナーをプロジェクトにまあ、えー、招聘するっていうことが大事だと,、えー、と考えています。最終的には企業の場合ですと、えっとそのトレーナーを企業の中で内製したいというふうに考えると思うんですけど、えっとそのトレーナーが育つまではやはり外部の力をまあ、えー、借りて、えっ、ー、とプロジェクトにまああのトレーナーを招聘するっていうのが重要かなと思います。でその他まあ実プロジェクトの活用ということで。 えっと、企業内だけじゃなくて、まあ、いろんな自治体ですとかあ,のあるいは、まあ、いろんなこう任意の団体で創造的なプロジェクトをやりましょうっていう時にも、えっと、本当にニーズから起こそうっていう時には熟練したトレーナーによる定期的なレビューを依頼すするとと良いい考えています、えっと、なかなか専属で呼ぶっていうのは難しいっていうケースでも、えっと、要所要所でレビューをしてもらうっていうことによって。 えっと、本当の意味で、えー、良いインサイトを取るということが、えー、身についてくると考えています。であとはですね、えーっと「産学連携教育プロジェクト」の活用ということで、えっと、我々東工大やこの手、えっくりが関わっている「山、え、岳、ー、連携プロジェクト」というのはそういったあのデザイン思考をマスターするのに有効な、えー、トレーニング方法を提供している、えー、数少ない機会の一つだと考えています。 参加者あるいはテーマ提供企業としてご参加いただければかなり実プロジェクトに近い形でどのようにデザイン思考を運用するのかっていうのを間近に見ていただくことができます。でトレーナーの助言というのをまあ重要視してますがこれにより深く身につく点というのはですねやはり、えっと、人間に対する深い理解だとか人間の業まあ,あの 業というのはどうしても表面的なものとは違って、えー、自分のこう気持ちが動いたりまあ行動がそこに動いたりっていうことを業と言っているんですがあるいはえっと人間が持っている矛盾ですねそれに注目する視点の持ち方というのがわかるようになりますえっとこれは本当に具体例を一つ一つ詳細に見ていかないとこの意味はなかなか理解できないということで、えー、実際のリサーチと えとトレーナーの助言により、えー、と理解が進んでいきますあるいはコツの一つでもあるんですけどビジュアルコミュニケーションを重視してチームで共感する姿勢、えーとですね、やはり、えー、と手法として捉えすぎるとですねあのデザイン思考なんかも、えー、と言葉遊びをしがちになりますじゃあ次はどのステップに次はどのステップに POV はどう書けばいいのかっていう話になるんですが、えー、とそもそも、えー、と何が本当にざわざわするのか。 どこが、えー、世の中の矛盾、まあ、ユーザーが抱えている矛盾あるいはペインでありどこが業に絡んだ、まあ、ニーズなのかっていうことを、えーまあ、見いだすには、まあ、いろんな方法特にあのものを書いたり、まあ、演じたり、えー、することによって最後にですね曖昧さとダンスするマインドセットとやり抜く力と。 ということでこれはやっぱりトレーナーがあのいない状況であのこういう曖昧さを抱えたままプロジェクトを進めるっていうのはななかなか力のいることですやはり、えっと、ある程度先が見えて大丈夫だこれはちゃんと、えー、いいリサーチをしている、えー、何かが出るはずだということで、あのー、こうやはりこう先を見ながら少し助言をしてもらうということによって最終的にやり抜くことができるという確率が上がります。 で東京工業大学エンジニアリングデザインプロジェクト EDP におけるデザインプロセスというのはチームというのは実は、えー、テーマ提供企業であるパートナー企業と東工大の教員と学生、えー、そこに、えー、美大生などの協力団体から、えー、参加者を募って、えー、チームでプロジェクトに取り組みます5か月間、えー、エンパサイズからディファイン・アイデエイト・プロトタイプ・テスト先ほどの5ステップスに 対応したプロセスの中に飛び込んで最終的にはユーザー体験新しいユーザー体験というものをストーリーとして取り出してそれに対してデモレベルデモができるレベルお客さんが体験できるプロトタイプを作って実際に展示会をや,るやれるところまで進めていきます。これは上は絵は上絵宅配業者のストーリーリ で、えー、下はですね、それを支えるための実際のデバイスの絵です。でこれはあの、えー、実際にはどうやって使うか、なぜそれを使わなきゃいけないのかっていうユーザー体験の、えー、話が盛り込まれています。で最後にご紹介なんですけど、東京工業大学 EDP の書籍本ということでエンジニアのためのデザイン思考入門という本を紹介させていただきます。 何度も申し上げるようにデザイン思考というものは知識だけが重要なのではなくて実実践のののののたためめ知恵が重要ですすそれを我々の実際の経験の中からままとめた書籍になっていますワークショップを超えた実際のプロジェクトにおいて実践としてデザイン思考をどのように活用すべきかについての知見が記述されています。 えっとこれを、えー、実践とともに読むことによって、えー、より学習が早く進むのではないかと考えています。以上でこのモジュールの説明は終わりです。ありがとうございました。